今日は、夫婦岩観光局のイベント紹介、素敵な方にお越しいただきました公益社団法人の伊勢志摩コンベンション機構の西村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかいきなり言えない組織ですけれども、どういった組織になりますでしょうか。はい、当校は伊勢志摩地域、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、渡来町、南伊勢町、多気町、明和町における観光およびコンベンション事業の振興などに取り組んでいます。なかなか、広域で活動されているんですね。どういった取り組みがあるんでしょうか。はい、本年度からビジット伊勢志摩事業ぬくたい伊勢志摩という新たな取り組みを始めました。では冬の伊勢志摩のおすすめは何ですか。はい、海産物はもちろんなんですけども、皆様イメージをあまりされないと思いますが、温泉がございます。温泉ですか。はい、伊勢志摩にはたくさんの温泉がございます。温泉といったら雪化粧をイメージされる方が多いと思いますが、伊勢志摩の温泉は穏やかな海を眺めながら入ることができる温泉や、木々に囲まれた癒しの温泉などがございます。そういった伊勢志摩の魅力を PR し、宿泊していただくことを目的としてスタートしました。また本年度は宿泊していただきやすいよう割引クーポンもご準備させていただいております。詳しくはこちらの QR コードからご覧ください。若い女性がターゲットということですが、若い女性が楽しめるスポットはありますか。はい、伊勢志摩のインスタ映えの先駆けである志摩地中海村や、伊勢市の浅間山頂展望台にある天空のポストや、伊勢志摩サミットで一躍有名になった志摩市横山展望台にある横山天空カフェテラス、鳥羽市城山公園にあるアングルなどを変えると様々な写真が撮れるオブジェハートトバがございます。横山天空カフェテラスとハートトバは昨年8月にできた新しいスポットとなります。インスタ映えといったら食べ物ですよね。はい、伊勢市にはカラフルで可愛いスイーツのお店奄美リビングや、鳥羽市には丼からあふれるほどの海産物が盛り付けられた海鮮丼などを食べることができるお店黒潮ダイニングパールロード店、志摩市にある自然の中石窯で焼かれたピザを食べることができるお店ポンチーズピザがございます。いわゆる温泉の名所というだけではなくって、食べ物も楽しめて、そして温泉も楽しめる、若い女性も楽しめる、そんなスポットになっているということですよね。はい、伊勢志摩には穏やかな海を眺めながら入ることができる温泉や、木々が囲む癒しの温泉などがあり、インスタ映えなスポットや食べ物もあり、伊勢志摩の魅力を肌で感じて楽しんでいただけると思います。そうなんですね。ますますこれからの伊勢志摩に注目ですね。はい、伊勢志摩一同皆様のご来訪を心からお待ちしております。ちなみに西村さんがここで、はい、一番こう個人的におすすめの場所ってこれどこあるんですか。僕が好きなことですか。そう僕は南伊勢町出身なんですけども、南伊勢町の地元の灯台ですかね。全く人がいないんですけど、なんで一日中灯台で寝転んでずっとぼーっとしとるのが好きで、何かあったらそこ行ってちょっと考え事したりとかしますね。なんで南伊勢町もそうですけど、志摩のそれこそ大王崎とかでもずっと海を眺めとっても綺麗な景色がずっと流れていくので、いい時間を過ごせるのかなと思います。このやっぱり伊勢志摩は空気が澄んでるので、夜空を見上げてもらっても綺麗な星空見えたりとか、また夜の砂浜でこういう波の音を聞きながらみんなで話してるっていうのもいいと思います。なかなかこうした伊勢志摩には若いこの恋人たちが訪れるような場所もたくさんあると思うので、多くの方に来ていただきたいですね。はい、そうですね。鳥羽市にある三木本新地島の方の、ハートの石であったりとか、おかげ横丁のお祓い町にある地下道のハートの石であったりとか、たくさんございます。ぜひこの番組を通して、はい、恋人たちが、はい、たくさん集まってもらえるように。そうですね、お世話のようにですね。はい、皆さん、幸せになってくれたらなと思います。それでは西村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。